はい、先月直りの飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、サントリーのプレミアムモルツなんですが、ちょっとね、微妙にこう、違うバージョン、なんですね。これが2014年の初摘みホップ仕様の、プレミアムモルツとなってます。初摘みホップ、なんかね、前回飲んだアサヒの、クリアアサヒの、なんちゃらかんちゃらの初摘みなんちゃらかんちゃらとか。ね。あれも、今の時期があれ初摘みとか、今の時期なんですかね、ホップっていうのはね。ザーツサンファインアロマホップ仕様の2014年の初摘みホップバージョンと。アルコール度数が 5.5% で、原材料がバクガートホップ。2014年に収穫された初摘みホップを空輸して仕込みました。華やかな香りをお楽しみください。ってことは、これ、材料のやつは、日本では作られてねえのか。空輸してって書いてあるから、外国で作ってんのな。知らなかった。で、つまみが、ね、キムチ。キムチ。これ、いい加減食ってしまわないと。なんか悪くなりそうなんで。まあ。漬物だからそうそう悪くなることはないとは思うんです。俺本当に酒に関しては、最近ちょっと気になってるのは、梅酒ですね。梅酒買って、ここに置いといてるんですけど、ここにね。ここら辺に。置いといてるんですが、なんかね、しばらく置いてあるっていうかね、もう1年近く置いてあるのがあるんで、で、それ昨日飲んで、で、次の日、今日の仕事行って、なんか気分悪くなったんですよね。多分それのせいじゃないかなと思うんですよ。だからね、これとかね、これ蝶屋の梅酒のね、このでかいやつなんでね、まだ半分以上残ってるんですよ。ね、これ怪しいんですよね。これいつ買ったのかね。1年前以上買ってると思うんで、多分やばいんじゃないかな、これな。もう確実にこれやばそうな気がするんだよな。絶対。基本的にまあ、ね、こういうのって度数がやっぱ14度とかなんで、少ないんでね、あんまりね、常温で保管するとやばいですよ。20度ぐらいあるんだったらまだいいんですけど。大体の、注意書きにね、開栓後は、用冷蔵で、うんちゃらかんちゃらって書いてあるんでね。やばそうな気がするんですよ。だからね、どうしようかなと思ってね。一回火入れして、なんだ。煮沸、ね、なんかの、これごと、瓶ごとさ、沸騰したお湯にさ、こう、つけといてさ、ね、熱して、多分かなり雑菌が繁殖してるんではないかと俺は思うんですけど、かなりね、気分悪くなるんでね、日本酒もそうなんだけど、ほっといてあるからね、絶対悪くなってるんだよ。でね、絶対悪くなってるから。それで、その、前もそうなんだけど、日本酒飲んだとき、
次の日すっげえ気分悪くなって、吐き気を催したんで、絶対やばいんだよな。まあいいや、乾杯。うん。プレミアムモルツ。なんかな。プレミアムモルツ。うん。ちょっと独特なあの苦味があるよね。香りもね。今日どうしようかな。この日本酒とかね。隠れ。これまだ3分の2ぐらい残ってるんですよ。で、これもだいぶ経ってるんですよね。やばいんじゃないかと。まあ、多分やばいです、これ。注意書きとか書いてないんですけど、多分やばいですね。うん、これも怪しい。日本酒は大体やばい。日本酒と梅酒が注意必要ですね。大体度数低いから。15度ぐらいなんで。あ、あとあれも、あれか。あの、ワインとかで。もうやばい。だって最近ワイン、ずーっとほったらかしてあったやつ捨てたもん。なんかすっげえ買った。なんかね、ワインのね、色素がね、沈殿してるからね。なんか変なね、紫色のなんか物質がね、なんかね、沈殿して、瓶の底に沈殿して、なんかすっげえついてんのよ。ドゥワーって。でも完全にな、分離してるから、これやべえだろうと思って、捨てたんだけど、その時にトイレに捨てたんだけど、トイレの、便器になんかすっげえの、3本ぐらい捨てたんですよ。3本ぐらい残ってたから。それも全部沈殿してて、もう3本全部捨てたら、便器がちょっと、ステインで、ちょっと、紫色になったっていう。あれ結構着色汚れが、ね。CM でもありますけど。まあ、ワインとかはね、結構着色汚れがね、残りやすいんで。うん、歯とかね、タバコの兄みたいに、くっつくんで。うん。まあ、俺の最近、全く関係ないけど、それのステインの、オーラ2っていう歯磨きあるでしょ。歯磨き粉ね。あれのね、なんか、プレミアムみたいなのがあるんですよ。最近出たんですけど。あれがね、すごい落ちるよ。うん。めちゃくちゃ落ちるよ。あれ。あれでね、一週間ぐらい磨くとね、もう俺、歯がね、結構ヤニだらけだったんですけど、もう全部綺麗さっぱり落ちたから、ね、すげえと思った。500円ぐらいで売ってるんで。うん。タバコ吸ってる人とかね。コーヒーとか飲みまくってる人は。うん。あれはおすすめ。まあでも俺もね、以前、そういう、うん。高い歯磨き粉買ったことあるんですよ。アマゾンで1000円以上するやつね。買って、ステインのね、落とすやつ。それ買うと大体落ちます。うん。ただ高い。1000円以上するからね。でもステインのオーラ2のやつは、500円ぐらいで買えるから安ーと思って。うん。
あの安さで、ね、あそこまで落ちるのはすごいですよ。あ、熱くなってきた。いや、にしても今日暑かったね。うん。今日は久々に暑かった。うん。普通にね、長袖着てね、会社行って、会社で着替えるんですけど、下にその長袖を着たまんま、今日寒いだろうなと思って、着て、行ったんです。仕事してたんですけど。あまりに暑くて、結構重いもの持ったりするんで、暑くなってね、脱ぎましたね。脱いで、うん。暑かった。だって今12時半ですけど、まだ11度ありますからね。暑い。めちゃくちゃ暑い。普通に暑い、これは。なんか無駄な話が過ぎましたが、明日は暑いかなと。え、明日も暑いじゃん。明日も18度とか行くんだけど。うわ、暑い。18度とか珍しいね。明日の3時が18度。晴れ。ああ、いい天気だ。いい天気になりそうだ。明後日も暖かいですね。17度。そっから下がり、来週は7度とかだ。ああ、寒い。7度は寒い。最高気温7度はやばい。最低気温2度。ひえ。これだから新潟嫌なんだよ。関係ない。プレミアムモルツね。でも、プレミアムモルツは俺あんまりね、買わないですね。なんでかっていう。あんまり買わない。なんでかっつうと、なんか、あんまり苦くないのと、あんまりコクがないのと、あ、香りはあるんですけど、なんかあんまり、これ買うんだったらやっぱ、エビスを買うんだよな。11月の25日解禁。初摘みホップが香る今だけのプレモル。だそうです。チェコザーツから、あ、チェコか。空輸した初摘みホップで作りました。あ、なるほどね。ダイヤモンドバクガと、天然水 100% 仕込みといったプレミアムモルツの特徴はそのままに、2014年に収穫されたチェコザーツ産ファインアロマホップを空輸し仕込みました。だそうです。やっぱ今の時期なんだね。初摘みホップってことやっぱり。11月ぐらいに取れるんだね。ホップっていうのはね。だいたいチェコがどこにあるかわかんないんですけどね。なイギリスのあたりかな。全然わかんない。チェコザーツさんってどこだろう。全然わかんない。あっつ。辛いからこれ。辛いから汗が出てきた。
香りはね、それなりにプレミアムモルツはいいんですけど、いかんせんコクがあんまないよね。とは思うんですけど、香りはまあ、いいんですけど。コクがあんまり足りないんだよな。なんかどっしり来ないんだよね。結構軽めなんだよ。プレミアムモルツって。割と。で、なんか最近、プレミアムモルツのなんかワイングラスがうんちゃらかんちゃらっていうのがありますね。なんかものすごいでっかいワイングラスで、なんか飲んでる、ね。これがなんか、何人に当たるとか。毎月当たる総勢5000名様だって。これはいらねえよ。これはいらない。こんなでかい、ものすごいでかい、これ。口が広くて、ものすごくでかいやつ。でもこれ普通になんか、売ってなかった、こういうグラス。なんか、六缶セットのやつで俺見たんだけどな。プレミアムモルツのグラス。六缶セットでついてくるグラス、みたいな。あった気がしたんだけど。気のせいっすか。気のせいっすね。いや、あった気がするな。プレミアムモルツ、グラスでググりましょう。グラスプレゼント。グラス付き。ああ、あった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 。やっぱ今の時期ね、グラスついてくるんだわ。六缶セットとか何缶セットとかね。なんかね、ワイングラスみたいな。多分ついてくるんだ。今の時期。ただ俺いらないわ。俺別にこのグラスはいらない。いわゆるワイングラスっていうかな。ちょっとテイスティンググラスっぽいけど、若干ちょっとなんかあんまりよろしくない。よろしくないっていうこともないんだけど、ちょっとずぶといやつね。多分今ついてくるっぽい。これはいらねえな。普通にプレミアムモルツよか、エビスのグラスが欲しいんだよ。エビスのグラスが。俺は、エビスのグラスをくれ。てか、この関係ないけど、このニッカウイスキーのタンブラ欲しいな。ニッカウイスキータンブラ。タンブラ。これ欲しいな。これタンブラ欲しいな、この、なんだこれ。めっちゃかっこいいタンブラーがあった。ステンレスの、このサーモスの、俺が持ってるね。サーモスのこれ。これの素材のタンブラーがあるみたい。なんですが。めっちゃかっこええ。ちょっと後でググるか。ヤフオクで売ってるかもしれん。ヤフオクで売ってたら、落ちるかな。ない。
ないか。ステンレスタンブラー。ステンレス、ステンレス、ステンレス。ちょっと待てよ。ステンレスタンブラー。ステンレスタンブラーでググりましょう。日課ウイスキー。あー、これかっけえ。竹鶴。まあ、微妙だな。これは微妙だな。漢字で竹鶴って書いてあります。これはちょっと微妙だ。普通に、英語で日課ウイスキーって書いてるやつが、ね、欲しいな。ああ、これ欲しい。ええー。280円で落札されてんだけど、くっそー。これ欲しいなぁ。こういうさ、なんていうのかな。扇形になってるやつ。若干扇形になってて、こう、下の方が細くなってて、上がちょっと開いてるやつ。まあ、ぶっちゃけて言うと、これこれこれ。こういうやつ。日課ウイスキーって書いてあるやつ。これ、いいな。これめっちゃ欲しいな。うわ、欲しいな。はあ。このザキヤマのあのタンブラーに近いね。ザキヤマのあのタンブラーもこういうのあるんだ。ステンレスタンブラー。これ欲しいな。ステンレスタンブラー欲しいな。欲しいな。どっかで売ってねえかな。お？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 あ、商品終了してやがる。あー、誰か落札しやがったな、クソったれ。500円で落札されてる、くっそ。ふざけやがって。あ、ダメくせ、ダメだ。あー、これ欲しかった。この欲しかった。この日課ウイスキーのタンブラー欲しかった。だけど、誰か落札してる。してる、してる。してるよ。してるよ。してるったらしい。なさそうだな。このね、俺の持ってるこのサーモスの、これアマゾンで買ったやつなんですけど、これね、サーモスって書いてあるんですね。これね、ぶっといんですよ。で、寸胴なんですよ。形はよろしくないんですよ。ぶっちゃけ。ただ、これね、なんでこの寸胴かっていうと、中が真空構造になってて、ここちょっと厚みがあるんですよ。ここは。だから、真空構造なんで、これ無駄にぶっといんですよ。結構結構ってかなりでかい。見た目めっちゃでかいんだけど、実際容量的には、そんなでもないんだよな。うん。ちょっと厚みがここあるからね、ここの部分。が結構熱いんで、ここがね、この中が真空だから、ちょっと厚みがあるんだ。それで、ちょっと、無駄にぶっといんだ、これ。その今見せた、日課の、あれは、そういう真空ではないんで、普通に、霜じゃねえ、なんだ、梅雨結露するんですけど。
このサーモスのやつは全然結露はしないです。そこがいいとこなんだけど。悪いところなのは見た目が武骨なとこだね。うん。やっぱね、結構ね、酒飲みとしてはね、結構グラスはね、俺めちゃくちゃグラス持ってるんですけど、もう最近あまりに多すぎて、邪魔くせから売ってきたんですけど、なんだ、ホビーオフじゃねえや。なんだっけ、なんか、ブックオフの系列のなんだっけ、あれ。なんとかオフっていうところ。で、売ってきたんですが、全部、コップが、グラス、全部っていうか、10個ぐらい売ってきたんですけど、一つ、1円でしたね。1個1円。ゴミみたいな。ゴミと変わらん。そこら辺で捨ててきて変わらん。2、3、5、4です。ご視聴ありがとうございました。